なんかさ、すごい変な相談していいたまには。たまには俺の相談乗ってくんない俺なんか3日間家を空けてたんだけど、まあ、その間犬の世話してもらわなきゃいけないからさ、あの、おうちにちょっとね、知り合いの女の子を、あのー、にいてもらった。俺住まんしてもらってたわけよ。ゴロちゃんじゃないんだけど。で、 その子が、俺の視聴者からもらった、多分おと男の子からもらった手紙を勝手に読んだのね。俺なんかそれすごい気持ち悪くて。それキモくない ?LINE 勝手に見られるとかさ。それキモいよな。それキモいよね。それダメだよな、それ。俺すげえ怒ったの、それで。で、俺がキレたのね。なんだ、それキモいからやめてくれっつってキレたら、なんか、でも、 悪くないと思ってたらしくて。それダメだよな、明らかに。でもね、価値観が違うって恐ろしくて。え、なに、なんで別に、見えちゃったっていうのね。見えちゃったって。見えちゃったっていうの。 で、カッチーンってくるじゃん。ああ、わかりました。じゃあ、わかった。今から検査します。つって、その手紙を持ってきて、じゃあ、お前は俺と喋、見えちゃったっていうのは、自分の意識の外で、たまたま目に入っちゃって、その文章を全部読んだってことなんだなって言って、お前今、俺、お前とお前、今、俺とお前が目を合わせてるけど、はい、ここに手紙を置きます。つって、あのー、右手に置いて、こんなのテリーとしか読めないのね。ぶっちゃけ。本当に。論破ってなきゃ絶対読めないの。え、この状況で、お前は文字が読めたってことだ。 ってことだったら、新人類で、これは国の発展に貢献できるから、今すぐお前は、あの、医者に行って、ちゃんと体を解明してもらってこいって言ったの。そしたら、そいつが発狂して、自分の親戚にメールし出したのね。なんか LINE してるなと思って。で、メール、LINE してたわけよ。で、で、そういうなんか、悶着はずーっと、 続いて、一悶着あ続いてて。え、じゃあさ、どういう気持ちか味合わせてあげるから、どういう気持ちか味合わせてあげるから、じゃあお前、分かった ?LINE 見してみって言ったの。見たくもねえけど、俺が、それでね、男の子とはいえ、その、でも、そ、そいつって多分さ、だって俺、俺、別にこう視聴者大アピールじゃないけど、俺の視聴者って、 なんていうのかな外に出られないかわいそうな子たちなのね。マジで。俺本当思ったんだけど、そいつがさ、普段マジで外出ないのにもかかわらず、めちゃめちゃ勇気出してきて、それで、ね、もう手ブルブル震えながら、<laughs> 写真撮ってください <laughs>、みたいな感じで、あの、普通の一般人の人が写真撮ってっていうのとはけが違うのね。本当に。わけが違うの。その勇気たるや。 ものすごい、もうも臭いし、服もダサいし、髪の毛もボサボサだし、わけが違うのよ、その勇気たるや。だから、一個乗っかるわけよ。一個乗っかるわけ、俺的にも。なんか、かっこいい男とか、可愛い女の子とかって、ぶっちゃけさ、芸能人とかを見かけたら、あ、いやー、写真撮ってくださいみたいな感じで多分言えるでしょ。 そんなさ、吹けまみれでさ、体臭くてさ、絶対こいつオタクだ。絶対友達も一人もいないみたいな、やつがさ、わざわざさ、あの、い、普段行ったこともねタワーレコードまで来て、俺マジで悲しくなっちゃって、こいつら、お前、なあ、近所のさ、公園とかだったらまだしもさ、タワー、お前らタワーレコードまで、わざわざ来てな、っていう思いが乗っかった手紙だから、やっぱさ、その、なんていうの、多少、 多少な、こんな俺でも、多少は、うわ、まあ、これはちょっと特別なものだなって思うわけよ。それを勝手に見ると俺、どうかしてると思うの、本気で。どうかしてると思わない引きこもりにたわれこってとんでもないぞ。なあ、講師刑だぞ。の、LINE 見してみろって言ったら、えげつねえ悪口言ってやがって。 俺のこと、純一ってまた純一嘘ついたんだみたいなこと、書かれてたから、カッチーンって来て、おーてめえ、おい、お前何これ親戚お前の血縁関係、いいよ、おめ、おめえら一族対俺だよ、勝負しろってお前生放送つけっから、おめえら、まずお父さんとお母さんとグループ通話しろってお前放送つけて白黒はっきりつけべって。マジで生放送仕掛けた。心許してたけど、 絶縁させてもらいました。さすがに。いや、もうそれは無理だわっ、つって。なんかその、もう手紙とかさ、LINE とか、う勝手に見られるの、本当にしんどくて。なんでお前の周りって泥棒女しかいないのかわかんない。いや、それは俺悪くねえだろう。確かに、前回の浮気の件は、まあ、ぶっちゃけ俺も気づいて,てる。お俺悪いなって。いや言ったじゃん。俺逆切れしたって。で、久々に切れたね。 その視聴者からもらった手紙は大事にしてるんですとかじゃなくて、人としてさ、ないじゃん、それ。人としてなくないのオタクの手紙見るのって。<laughs> また寒いこと書いてあんのよ。本当に地獄のようなこと書いてあんの。地獄なのね、まるで。苦しいの。呪いの手紙なのね、はっきり言って。俺の視聴者からもらう手紙って。触りたくないわけよ。呪いの手紙だから。不幸になるから。 呪いの手紙よくもらうんだけど。<laughs> だって男が男に手紙書くって、お前、倍佐藤ぐらいだぞ。倍佐藤。燃やさなきゃいけないわけよ。供養しなきゃいけないから。<laughs> 俺ちょっとね、それはマジでなかったなうわ無理だよーって。<laughs> いや、だから言われたの。LINE 来たの。何この手、この手紙の <laughs>。悲しいぞ。すごいオタクから手紙もらってるんだ <laughs> って来たわ。 くぅーって、俺、俺マジだめ、すごい肝だから手紙もらうんだねってきてた。ふぅーつって、俺たちを馬鹿にしやがってつって。泣いた、俺は。 でもちゃんとさ言ったよ、もう本当に。あの別に俺がな YouTuber だからとか、じゃねえぞ、お前って。そんな、こんな手紙のやり取りなんて日常的に多分行われてるもので、お前、そんなこと親にも教わってねえのがてめえ親に言いましょう、つって。言ったけどさすがに。なんかね、お父さんお母さんのさ、を責めるわけにいかないじゃん。そいつがバカだから、お前がそうやってバカなことしたせいで、お前の両親まで俺にバカにされてんだぞ、つって。 で、その親戚もなんか俺の悪口って言って,ってまた順一嘘ついたんだって。嘘つ、嘘ついたもう、嘘つかねえもうねえだろって。お前その女の話本当とかだよ。<laughs> だからもう俺の LINE をブロックした後に削除して、電話番号とか全部消してもらって、もう二度と僕に関わらないでください簡単な話、スマホにパスワードかけないで。で俺さ、今気づいたけどさ、俺すっげえ怖いこと気づいたけど、俺 iPhoneX 点使ってんのね。で、LINE 見られた時に、俺、携帯にはロックかかってんの。携帯、LINE にはロックかかってないけど、携帯にはロックかかってるのね。で、絶対、真っ暗になってたはずじゃん。そいつさ、つけて俺の顔に近づけたってことでしょ。恐ろしくないってことでしょ。いや、俺指紋認証してない。顔面ロックだから。 俺が寝てる間に俺の顔にこうやって近づけてあったってことでしょクソ怖くないいや、携帯にはロックかけてるんだけど、ロックかかってるんだけど、iPhone X ってさ、あのー、一瞬なのね、ロック解除されるの。本当に、マジで恐ろしい機能で、ピンっつって。ってことなんじゃないの顔面ロック。 怖いよね。いや、パスワード絶対わかんない。パスワード絶対わかんないよ。つべのサムネでも開くぞ。<laughs> おい、ちょっと待ってそれじゃ、それじゃもう終わりよ。それは。それはもう終わり。つべのサムネで開いたらもう終わりよ。俺の携帯のガバガバよ。ガバ。 なんかまあ、だから、進化すりゃいいってもんじゃねえんだよな、多分な。怖いわ。進化すりゃいいってもんじゃねえんだな。皆さんも気をつけてください。あ、立体じゃないと開けらんないんだ。いや、わかんない。あの、俺がさ、実際そういう風に開けられたかどうかわかんないけど、っていうことなんじゃねえのって、思いました。 右京町は彼氏の携帯とかは興味分かんないけどそしゃげ何やってるか気になるって、まあ、そういう病気の人もいます。